リボソームは一連の伝令 RNA を読み取り、転移 RNA に結びついたアミノ酸から、所定のタンパク質を組み立てる。小胞体に分泌されるタンパク質を組み立てているリボソーム、分子生物学において、伝令 RNA はタンパク質に翻訳されうる塩基配列情報と構造を持った RNA のことであり、通常メッセンジャー RNA と表記される。 DNA に比べてその長さは短い。DNA からコピーした遺伝情報を担っており、その遺伝情報は特定のアミノ酸に対応するコドンと呼ばれる酸、塩基配列という形になっている。メッセンジャー RNA は DNA から移し取られた遺伝情報に従い、タンパク質を合成する。翻訳の役目を終えたメッセンジャー RNA は細胞に不要としてすぐに分解され、 寿命が短く分解しやすくするために一本鎖であるとも言われている。古細菌及び細菌では転写された RNA はほぼそのままでメッセンジャー RNA として機能する。一方、真核生物では転写されたメッセンジャー RNA 線具体はいくつかの切断、就職といったプロセッシングを受けた後に成熟メッセンジャー RNA になる。真核生物のメッセンジャー RNA は RNA ポリメラーゼ2によって転写された RNA に由来する。5末端にはメートル 7G キャップがあり、3末端は一般にポリアデニル化される。これらの構造やメッセンジャー RNA の延期配列は翻訳活性やメッセンジャー RNA の分解を制御する機能も持っている。5細菌、細菌も3末端に短いポリサを持つが、 を末端のキャップ構造は持たないポリサは、ナヤトレナには存在しない、メッセンジャー RNA の特徴であるとされており、このことを利用して、メッセンジャー RNA を特異的に生成することができる。また、メッセンジャー RNA を異型にして、DNA を逆転者酵素によって合成することができ、これは、CDNA と呼ばれる。CDNA は遺伝子が働いていることの非常に、 信頼性の高い証拠であり、ゲノムプロジェクトによって得られた大量のシークエンスデータの中から遺伝子を探す、作業を補助することができる。伝令 RNA の存在を最初に理論的に示唆したのは、1965年に揃ってノーベル生理学医学賞を受賞したフランスの生物学者ジャック・モノーとフランソワ・ジャコブであった。それに引き続いて1961年のうちに、 フランソワ・ジャコブ自身や、南アフリカ連邦生まれの生物学者シドニー・ブレナー、1927年から2019年。2002年のノーベル生理学医学賞受賞者、アメリカ合衆国の遺伝学、分子生物学者、マシュメセルソンらによって、その存在が実証された。遺伝子発現のプロセスの一つ、転写は、細胞核内にて行われる。 DNA に刻まれた遺伝情報は RNA 合成酵素によりメッセンジャー RNA に転写される。DNA がすべて転写されるのではなく必要な分だけ転写される。遺伝情報はメッセンジャー RNA の塩基によってコドンの形式でコードされ全20種類のアミノ酸に対応している。遺伝情報を受け継いだメッセンジャー RNA は 核から細胞質へ出て、リボソームに付着する。ここで、メッセンジャー RNA の遺伝情報に従い、特定のタンパク質が合成される。翻訳段階において、メッセンジャー RNA の情報は一部分しか解読されない。各メッセンジャー RNA のタンパク質、翻訳領域はコーディング領域と呼ばれ、一つのコーディング領域は一つのタンパク質を指定している。 翻訳はカイシコドンから始まり、シューシコドンで終了する。コーディング領域の両端がメッセンジャー RNA の両端に届くことはなく、カイシコドン上流に5非翻訳領域があり、シューシコドン下流に3非翻訳領域が存在する。真核生物におけるメッセンジャー RNA のほとんどは、モノシストロン製のメッセンジャー RNA で5つのタンパク質を翻訳する一方で、 幻覚生物のメッセンジャー RNA の多くは、ポリシストロン製のメッセンジャー RNA で、いくつかのタンパク質を翻訳する。また、近年では、ポリサやご末端のキャップ構造を持ちながら、コーディング領域を持たずにノンコーディング、RNA として働く RNA も、確認されている。ありがとうございます。